朗読ラジオ番組「エンジェリック・リンク・サイド・ストーリー」の時間ですえ今回はベリアル役サザナミスズがお送りいたしますゲーム本編でお楽しみいただいているエンジェリック・リンクのメインストーリーはアニメ「私能力は平均値でって言ったよね」の原作者フナ先生書き下ろしの世界観設定プロットが原案となっていますえ今回はもし エンジェリックリンクの世界観設定でフナ先生がラノベを描いてみたらの第2話となりますルシフェルベリアルベルゼブブたちの世界でもしかしたら起きているかもしれないもしもの世界をお楽しみくださいあの4人組のその後のお話ですそれではスタート 2> 第2話そうだお金を稼ごう 天使が言葉を失うほどの量を平らげて食事を終えた4人は無事お金を支払い食堂から出たハルファスがお腹をさすりこれからのことを話し出すまずは先立つものとかいうのを手に入れる必要があるわね先立つもの先立つ不幸をお許しくださいってやつかうん誰か殺すのかハルファスの言葉に アンドラスが首をかしげたトンチンカンな言葉をダンタリオンが訂正する違うお金のことだろデカラビアそうよね私たちが貯めていたお金さっきハルチンが全部食事で使い切っちゃったもんね、うん、いくら人間が作る食べ物がおいしいからってあれはちょっと食べすぎ。 おまけにちょっと足りなくてみんなで皿洗いさせられちゃったしデカラビアの「まいった」と言わんばかりの顔にハルファスが言葉をつまらせるうみんなも少しは食べたでしょ私たちはちょっとつまんだだけダンタリオンの言葉を最後にじっとハルファスへ3人の抗議の視線が集中する 私お金とかよく知らなかったからハルファスの言葉にダンタリオンがイナを唱えるいくら天使でも大抵の子は地上界のことをかなり知ってるしお金のことを知らない子なんてめったにいないと思う <laughs> そうかもしれないけどそもそも天使だって勉強や研究のため そして暇つぶしのために地上界のことを書物で調べたり地上界をのぞける寝具を使って学んだりはするだから天使たちの大半は地上界のことにそれなりに詳しく中には興味を持ったことを徹底的に調べて研究しその道の専門家並みの知識を身につけた者さえいるのだあくまでも知識だけで実際にできるかどうかは別にして。 ダンタリオンはあまり人間界に詳しくないハルファスの様子に首をかしげたハルちゃんは覗き水盤とか盗み見鏡とか寝具を使って地上界を覗いたりしなかったのだってあれ名前が犯罪っぽいんだもん他にも盗撮具とかストーカー版とか <laughs> そういうあんた達だって ちゃんと見たたたりり調べたりしてたのハルファスの疑問にデカラビアが戸惑いアンドラスが答えたえっと覚えてるわけないだろだいたいけんを磨くことにしか興味ないぞ人間の中に天使より強いやつがいるなら別だけどなアンドラスの言葉にデカラビアはおっとり主張する。 だって私は深く考えることは苦手というかそもそも考えないしダンタリオンもそれに続いた私はある程度は知ってるでも自分が興味のあることしか調べないからほら誰一人としてまともな天使がいないじゃないはるちゃんもそのうちの一人 結局6日上界のことを知らない天使は天界でもごく一部のものに過ぎなかったがよりによってその一部が運悪く揃っていただけだったはあ、うん、みんなの言うことは分かったよとにかくそのお金というのを手に入れないとあのおいしいご飯が食べられないんでしょそれは許されないわよ忠在よ凶悪犯罪よ うん、こうなったらもう通りかかった人間を軽く殴って物騒なハルファスの提案をデカラビアダンタリオンアンドラスは慌てて止めるそれじゃハルチンが強盗になっちゃうよリーダーが捕まっちゃったら私たちみんなどうなっちゃうのリーダーの人選を謝ったかもしれない同意だなとはいえ誰も。 ハルファスをリーダーの座から引きずり下ろそうとは思わなかった何せハルファス以外の打天使たちは3人ともそんな面倒な役目はごめんだったのでつまりみんなが嫌がるそんな役目を黙って引き受けたハルファスは結構お人よしなのだったここの食べ物凶悪においしいしハルチンの気持ちもわかるけどね。 なんだかんだとデカラビアがフォローをするだから私たちもご飯のためにとりあえず必死でお金を手に入れようとしたんだよねドラスちゃん残金はすべてハルカスに食いつぶされたけどなだからそれは悪かったってばってカスじゃないひとまずハルファスにはこの中では一番人間界のことを知っているダンタリオンが お金について教えることになった彼女たちが落ちてきたこの地方では下から銅貨、小銀貨、銀貨、賞金貨、金貨、ミスリルかオリハルコン貨と全て特定の金属を使用し10枚で1つ上上に繰り上がること金はそのままだと柔らかくて変形や摩耗しやすく。 また素材費を下げるために混ぜ物をして純度が落としてあることそれから偽造防止のためにもいろいろと混ぜてあり魔石成分も入っているためいざという時には魔法の補助に使えることおとなしく説明を聞いているハルファスにダンタリオンは話を続けたでもとても効率が悪いし魔法補助に使うと。 お金としての価値がなくなくっちゃマセキ成分がなくなる上に形が崩れるから下手に使うと元金使いの罪で高手刑か斬手刑はっ高はお金こーわっもうお金使うのやめてやっぱり殴ればいいじゃん極端な発想が止まらないハルファスにデカラビアがストップをかけるそっちも高手刑か斬手刑だってば じゃあもういっそ地上滅ぼしちゃう混乱し過激な発言をするハルファスにアンドラスが呆れたハルカスお前まにげに一番怖いぞええ侵害だよ私コカスじゃないしともかく当面の問題はどうやっておいしいご飯を食べるためにお金を稼ぐかということだった じゃあみんなはそのバイトとかいうのをやってたのハルファスの質問にデカラビアが答えるうんハルチンと出会う前にみんなそれぞれの特技やスキルを生かして働いてたんだよ特技ってアンドラスが「特技はあるだろう」というだってんしても別に元々持ってる特技やスキルがなくなったわけじゃないからな。 ダンタリオンがこれまでどうやってお金を稼いだか説明を始めたトラスは得意の剣技で魔物狩りをして討伐報酬や素材売却で稼いでたしラビアは布面積のとっても少ない服を着て男の人の前で踊ってお金をもらってたそれと私は木彫りの人形とかを作って売ってた ささあさあボーリーで売ってたよねアンドラスが「思い出した」と手をたたいた確か売りつける相手の思考操作や思考誘導をするとかで何よそれダンタリオンも思いっきり格式系か斬首系コースのことやってるじゃないそれにデカラビアのは何裸当線で踊るとか絶対いかがわしいやつでしょう ハルファスが勢いよく突っ,っ込むとデカラビアは「でも」と続けたちょっと刺激的なだけで普通のダンスだってばそもそもデカラビアの服っていつも布が少ないのにそれ以上に少ないって何裸裸なのでも大事なところはちゃんと隠してるしみんな私が踊るだけで喜んでお金を置いてってくれたんだよ。 ね、リオンうん、うん、喜んでいれば問題ない私の木彫り人形も仕掛けがバレなければ問題ない殴ってお金を徴収するのもバレなきゃ問題ないよあーとデカラビアはちゃんと服着て踊って全くもって良識の危うい打天使たちだでも働かざる者食うべからずとなれば 背に腹は変えられないでハルチンはどうやって稼ぐのハルチンの特技から考えるとえー、っとなんだっけデカラビアがうーんとうなるとダンタリオンも同じく考え込むハルちゃんの特技は平坦と補給戦場こそがハルちゃんの生きる道 でもそれってバイトの範疇なのだいたい人間界っていつも戦争とかしてるような世界なのハルファスの疑問にアンドラスが気楽に答えたまあ戦場に行き当たるまではみんなも仕事を手伝えばいいんじゃないか魔物狩りとか裸みたいな踊りとか詐欺まがいの木彫り人形売りとか。 やらないわよ特に後ろの2つ 2> えっじゃあハルちゃん何もしないのダンタリオンの戸惑いにハルファスが声を上げるその様子にさらにダンタリオン達は戸惑ってみせた働かないのにご飯だけ食べるのダンタリオンの言葉にデカラビアとアンドラスが震えるそんな。 ハルチ、まさかハルカス無能なのか無職になるのかあっそそなことないってば今回はここまでいかがでしたでしょうか次回はハルファスがバイトをするようです ちゃんとお仕事できるかな楽しみにお待ちください今回はベリアル役さざ波すずがお送りいたしましたさようなら